12月28日、1日の取引が終了しました。今日の日経平均株価は小幅ではありますが反落です。日経平均1円34銭安の 19,401円72銭で取引を終えました。まあわずか1円ではありますが反落という結果でした。最も全体の中身を見てみますと、東証一部の値上がり銘柄数が全体の 70% を超えました。 70.4% の1411銘柄が値上がりしました。これに対して値下がりが約 24% の474銘柄ということですから、ざっと値上がり銘柄数の方が値下がりの3倍ほどあったということになります。にもかかわらず日経平均は1円安という状況でした。最も今日はやや特殊な日でして、12月期決算の会社にとっては配当権利などが落ちたということで、その分日経平均は市場推計で約27円ほど押し下げられる要因がありました。このため日経平均1円安ではありますが、実質ではそれを差し引いて考える必要もありますから、実質では26、7円ほど日経平均は高かったというような見方もできるかもしれません。トピックス時価総額ベース東証株価指数は 0.59 ポイント高、 JPX 日経400も4.82ポイント高と高く引けておりますので、全体の地合いとしては日経平均の1円安というよりはやや強かったと、全体としてはもっと堅調だったというふうに言えると思います。特に規模別指数が非常に特徴的でして、東証一部の規模別指数大型株指数はマイナス2ポイントで安くなりました。これに対して中型株指数がプラス4ポイント、小型株指数はプラス21ポイントということでして、中型株、小型になるほど今日は高かったということでして、この流れの中で東証二部指数なども大きく上げておりましたし、日経ジャスダック平均は連日の年初来高値更新、マザーズ指数も強かったと上昇しましたということでして、中小型株への物色欲は引き続き旺盛ということも言えます。もっとも全体の売買高は低調でして、売買高13億1100万株余り、売買代金は1兆5900億円という水準にとどまりまして、これは去年の12月28日以来1年ぶりの低水準ということです。つまり今年になってからは最低という売買代金にとどまりました。外国人投資家がクリスマス休暇明けつつあるというものの、ただ年末年始で国内の大口投資家などの動きも非常に鈍いということで、大口の売買が見送られて大型株が安くて、結果として日経平均の上値が重かったということです。中小型株中心の個人の物色意欲は引き続き旺盛で、新興市場なども活況だったという一日でした。以上、東証アローズからお伝えしました。